人間がいなくなった時に30時間後、世界中の原子力発電所が制御不能になって、3日後地下鉄が水没、1ヶ月後全てのペットが餓死、半年後アスファルトが緑に覆われ始め、1年後不思議な流れ星が流れ始めます。蚕っていうのは、天皇家が養蚕っていってこう増やしてるんですけども、沖縄の僕の畑に来ています。この場所にはですね、今話題の山王銀之助さんですね、銀ちゃん、ナチュラルビルドジャパンのですね、龍一くんとかにお願いして、東屋が建っていたんですけども、2年前の台風で全部崩れて、それからですね、自然のですね、リセットによってですね、このようにもう完全にですね、1年で草木に覆われています。今日はですね、地球からもしも人類が消えたらどうなるかという話を、この場所を見ながらですね、皆さんにお伝えできたらなと思っています。そして人類が消えた時に全ての生物がとても喜ぶとは思いますけども、たった1種類、桜だけはあなたのために泣いてくれるという話をしたいと思っています。あなたはこういったことを考えたことはないでしょうか。この地球で一番邪魔な生物は誰だろうと。そしてその答えは多分人間になったと思います。僕もそう思います。昔アメリカのある少女が先生に質問しました。先生、もしも地球上から人間が消えたら地球って平和になるんですかと。その答えにですね、アイオワ大学の、科学者たちがですね、真摯に向き合って、いろんな回答をですね、出した。そんな文献を参考にしつつですね、また僕がですね、電力会社で働いていた経験も踏まえながら、もしも人類が今この瞬間地球上から消えたらどうなるのかというシミュレーションをですね、今日はお伝えしようと思っています。その答えはですね、結構意外なんですね。人間は生きていても迷惑をかけるし、そして死んでもなお迷惑をかけるということが、よくわかると思います。じゃあ、まず、今この瞬間地球上から人間がパッと消えました。すると1時間後ですね、地球上の騒音が全てやみ、鳥たちの歌声が聞こえ始めます。そして8時間後、地球上のすべての明かりが消えて、星が輝き始めます。僕が電力会社に働いてた頃ですね、大体3交代で発電所っていうのを回していて、またですね、世界中の今電力っていうのはほとんどが火力発電なので、燃料をこうくべる人が必要なんですよ。なので配電網もシャットダウンして、燃料もくべらなくなったら、8時間後に大体世界中の明かりがファーッと消えますと。そして星が輝き始める。30時間後、世界中の原子力発電所が制御不能になります。制御棒を入れたり出したりっていうことを行う人がいなくなるので、世界中の原発がですね、制御不能な状態に陥ります。そして3日後、地下鉄がですね、水没します。これ実はですね、地下の設備っていうのは、給排水を人間がこうスイッチでやってるから、どうにかこう維持されてるんであって、世界中の地下設備が水没します。そして5日後、なんだか地球の空気美味しいねと動物たちが話し始めます。これはコロナの2020年にもですね、僕たちみんなも感じたことだと思いますけども、コロナで、直接排気、自動車が出すこの直接の排気ガス、または工場が出すですね、ちょっとはクリーンにしたこの排気ガスが、工場の稼働が止まって、外出禁止令で街に自動車が出なくなっただけで、めちゃくちゃ空気がきれいになって星が見えたっていうニュースを覚えていますでしょうか。同じようなことがですね、たかが5日後にですね、あ、なんだか空気がきれいだなっていうふうに動物たちが思い始めます。もう人類はいないのでね、動物がなんか昔と同じぐらい空気きれいだなって言い始めますと。そして1ヶ月後、人間が餌やりをしていた全てのペットが餓死します。そこから3ヶ月ぐらいは、街が臭いでしょう。人間がですね、餌をあげているペットっていうのは、結局人間がいなくなったらですね、死ぬしかないわけですよ。自分で餌を捕食するということができないので、それらのペットが餓死します。そして40日後、逃げ出したですね、ペットたちがですね、元の世界に先祖返りして、弱肉強食の恐ろしい世界になります。こう考えるとですね、人間って今とても幸せなんですよ。なぜかというと、この地球上の最終捕食者になっています。最終捕食者っていうのは何かっていうと、人間を取って食べるような生物がいないわけですよ。要するに、海で泳いでるプランクトンを小魚が食べて、小魚をマグロが食べて、マグロを人間が食べて、とにかくトップにいるわけですよ。人間を捕食するものが今歩いていないということは、よく考えたら幸せなことなのかもしれません。これはですね、人間が、暴力、力で、何かをですね、やっつけるというもののトップに立ったわけではなく、なぜかというと、力でトップだったら多分クマですとかライオンが今地球の最終捕食者になってるはずなんですね。でも人間ということはやはりこの手先の器用さ、またはですね、話し合う、お互いに協調性をとって連携するとか、そういった知恵が勝ったということになります。ところがそれが消えた瞬間ですね、もう一度動物たちは弱肉強食の世界に40日後にはもう戻りますので、街ではですね、逃げ出した大型のペットがですね、小型のペットを食べるような、そういった光景が至るところでこう繰り広げられていると思います。はい、そして45日後ですね、制御不能になった世界中の原子力発電所の、冷却水が全てもう蒸発してなくなってしまってですね、簡単に言うとですね、メルトダウン、メルトスルーが起こります。そして、プルトニウムのようなものをこっそり作っていたですね、世界中の原発で、ボンボンボンと一気に核爆発が起こり始めますと。それがしばらく続きますので、2ヶ月後ぐらいまではですね、鳥の綺麗なチュン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 っていう鳴き声のビートを挟んでですね、ゴーンっていう動音。どこかのフランスとかが多いんでしょうけども、核爆発でボーン。で、チュン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 、ボーンっていう、すごいビートがですね、この地球上ではですね、鳴り響くと思います。そして3ヶ月後にはですね、そのプルトニウムの雨が降って、原子力発電所の周りを中心として、奇形の動植物が生まれるようになるでしょう。で、6ヶ月後にはですね、アスファルトの上に、雑草が覆い始めます。雑草っていうのはものすごい力があって、アスファルトを割ってですね、どんどん緑で覆っていきます。それから1年が経って、地球の上からですね、不思議な流れ星がたくさんこう降ってくるようになります。その流れ星は何かというと、制御不能になった人工衛星です。最近もですね、どこかの壁を突き破って、日本の JAXA が打ち上げた何かかなが突き破って燃料が落ちてきたから損害賠償してくださいって言ったように、人間はですね、死んで1年後までもですね、地球上にいろんな爆弾を降らせるという。で、公表はされてないんですけども、多分人工衛星の間にですね、紛れ込んでいるいろんな兵器を持ったような、そういった人工衛星もあるはずです。スパイ衛星もあるはずです。そういったものがチュドン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 と落ちてくるというのが1年後。なんか不思議な流れ星が落ちてきたなと思って、チュドーン。で、どっかの原発もドーンで、鳥たちがチュン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 っていうのが大体1年後です。3年後、外に置かれているプラスチックが完全に、紫外線によって分解されますと。で、5年後にもなるとですね、アスファルトが完全に緑で覆われ始めます。そして10年後、多くの町がほぼほぼもう雑草で覆われてですね、見分けが、ここまでが森、ここからが町っていう見分け、境界線がなくなっているのが10年後です。そして、30年後、第2次、森林遷移、森にはですね、まず雑草が生えてきて、低木が生えて、で、高木が勝っていくという、この遷移、移り変わりがあるんですけども、30年後にはですね、低木が勝っているような状態です。で、そこから150年後ですね、150年後には地球上にもう高木が勝ってるわけですよ。雑草から次は低木が勝って、で、低木に最後勝つのは高木、高い木ですね。高木ブーさんがもう地球上を覆ってですね、これ僕の他の動画で説明してるんですけども、そもそもですね、5000年前まで地球上のどの場所でも太陽っていうのは拝めなかったんですよ。それは別の動画で見てください。同じようにですね、150年後には地球上の全てのですね、陸地を高木、高い木が覆います。それによってですね、太陽というものを地上から拝むことができない状態になります。これがわずか150年後です。はい、で、180年後ですね、錆止めとかも塗っていた鉄橋だとか鉄の橋、またはエッフェル塔、東京タワーとかそういったものも、もう自然分解によって倒れ始めます。なので、この頃にはですね、ギギ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 っていう音が、たまに聞こえるようなのが150年後です。そして300年後、セメントだとか、または間に鉄芯を入れたですね、高層ビルももうほぼほぼ全てですね、植物に覆われて崩れるでしょう。そして1000年後にはですね、石で作った、または岩で作った自然構築物。例えばですけども、アメリカのですね、大統領のでっかい顔。あれが石で作ってますよね。だとか、万里の長城ですとか、そういった石で作ってる、岩で作っている構造物だけが姿、形を残している状態になります。はい。そして5000年後ですね、PFAS。まあ今沖縄で問題ですけども、永遠の化学物質と言われる。簡単に言うとですね、フッ素ですね。僕たちがフライパンに塗っているあのフッ素っていうものはですね、電気陰性度と言いまして、まあ電子をどのくらい引っ張るかという、その電気陰性度で、まあ全ての元素の中でも超トップなわけですよ。で、あれがですね、PFAS といって永遠にほぼほぼ半減期もなく自然分解しないだろうと言われています。その PFAS もですね、まあ、数千年が経ったらですね、どうにかですね、半減期を迎えて自然分解していますので、まあ、5000年後にはですね、PFAS も全て分解が終えているでしょうと。で、1万年後ですね、建物の中とかにもあったプラスチックもほぼほぼ、まあ、分解されています。で、これ今のですね、科学で最近発見されたばっかりで、海に捨てられているプラスチックっていうものが、大体どのくらいで分解されるかっていうのは結局わからないんですよ。そもそもですね、プラスチックって、僕のお母さん、83歳ですけども、僕のお母さんが生まれたその日の地球には、プラスチック一つもないんですよ。僕はこれをですね、まあ、前の動画でお伝えした時にびっくりしたんですよ。僕を産んだお母さんが生まれた日、その日の朝、地球上どこにもプラスチックがなかったっていう。たかだかこんだけの、なんだろう、80年ぐらいで、今もう海にはですね、ものすごいマイクロプラスチックがあって、僕たち生きてるだけで1週間でクレジットカード1枚分のプラスチックをパリパリ食べてるということが分かってますよね、今。ナノプラスチックといって、まあ、ペットボトルの水の中にもナノプラスチック、で、海にもナノプラスチック、それを僕たち1週間でですね、クレジットカード1枚分ですよ。あれを食べてるんですよ、僕たちは。そのプラスチックが、僕のお母さんが生まれた日の朝、お母さんが生まれてギャーってなった時、地球上に一つもなかったんですよ。びっくりしませんか？まあそのプラスチックも1万年後には建物の中にあるものも全部ですね、微生物が分解するんじゃないかなって最近言われ始めていて、で、まあ1万年後とここではしてますけども、実際はまあそんなにかからない可能性もあります。そして10万年後です。高レベル放射性廃棄物ですね。が10万年でだいたい半減期を迎えるということで、その頃に元の、ウラン鉱石と同じぐらいの放射能になってますので、10万年経ったらですね、もう人間がやった悪さはほぼほぼなくなっているんじゃないかというのが科学者の見解です。で、こう考えるとですね、僕たち人類が、まあ、今分かっているだけでもまあ30万年ぐらいホモ・サピエンスからまあ生まれてきているとしてですよ。10万年後にはもうほぼほぼその痕跡も全部消せると。で、さらに言えばですね、本当のところで言うと、まあ、PFAS がなくなって、またはですね、高層ビルが全部倒れるなんて300年後なので、僕たち人類がやっていることって実はですね、まあ、地球がね、ポッと火山を噴火させて、マグマをバッとこう、地球上にこう、張り巡らして、蓋をしたら、意外とですね、もう100年後ぐらいには違う生物さんたち使っていいですよってなってる可能性もあります。まあそしてですね、実際のところトルコのカッパドキアとかですね、過去にどうも核戦争が起こったんじゃないかというガラス化した砂ですとかそういったのが見つかってますので、ひょっとすると人類、今の現生人類の前にもそういった文明があって、核戦争とかで争って滅びてる可能性すらあるわけですよ。なのでですね、まあ僕たちはですね、まあ生まれて、これほどの短い期間で地球にものすごい迷惑かけましたけども、実は死んだ後もですね、まあ1年後に空から変なものがいっぱい降ってきたりですとか、まあ、いなくなって半年後に地球上で核爆発が起こったりですとか、まあ悪いことをこの地球からいなくなった後もし続けるっていう、まあ最低な人間なんです。でもですね、人間には多分役目があると僕は思っております。さっき言った通りですね、動物たちはですね、手先が器用じゃない。そして、まあ、マキャベリーの、認知仮説によるとですね、お互いに協力するのも人間の役目ですので、人間さんとあなたはここまで地球をダメにしたんだから、あなたたちの科学力または手先の器用さで地球をきれいにしてくれなきゃ困るよっていうのが、多分動植物たちの一致した意見じゃないかと思います。ということで、簡単にね、年表をおさらいするとですね、人間がいなくなった時に1時間後に騒音が消えて鳥が歌い始めます。8時間後に世界中の明かりが完全に消えて星が輝きます。30時間後、世界中の原子力発電所が制御不能になって、3日後地下鉄が水没、5日後空気が美味しくなって、1ヶ月後全てのペットが餓死、3ヶ月間は街が臭い、40日後逃げ出したペットたちが、弱肉強食の世界へ戻りますと、45日後原発の冷却水が蒸発してメルトダウンし、まあ、こっそりプルトニウムを作っていたような原発ではもうボン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 核爆発が起こりますと、2ヶ月後綺麗な鳥の声の間にですね、ビートを取るように核爆発がゴーン、チュン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 ゴーン、これが2ヶ月後。3ヶ月後、プルトニウムの雨が降って奇形の動物たちが生まれます。半年後、わずか半年後、人間が生まれた半年後、アスファルトが緑に覆われ始め、1年後、不思議な流れ星が流れ始めます。3年後、外にあるプラスチック紫外線分解。5年後、アスファルトは完全に緑で覆われ、10年後、多くの街が雑草で覆われて姿を消します。30年後、第二次遷移で低木が街を覆って、100年後、第3次森林遷移によって世界中が鉱木で覆われて太陽が消えます。150年後、錆止めを塗った鉄だとかエッフェル塔も全部倒壊。300年後、高層ビルも完全に草木が倒します。で、この300年後くらいでも地球にやってきたら意外と平和に暮らせると思いますよ。1000年後、石でできた構造物だけが残る。で、5000年後、PFAS の自然分解、半減期も完了。1万年後、建物の中にあったプラスチックも完全分解。そして10万年後、高レベルの放射性廃棄物が自然ウラン鉱石まで半減します。こういったざーっとした年表があるんですけども、今日はですね、別にこんな悲惨な話をしたかったわけじゃないんですよ。僕ですね、詩集を2冊出している詩人だって知ってましたか？はい。僕が書いた詩でですね、桜だけはあなたのために泣いてくれるっていうのをですね、2020年に発表したんですけども、その記事を今日は読ませてもらおうと思います。今ですね、4月の上旬なわけですよ。日本中がですね、ソメイヨシノでですね、入学式、またはお別れ、春ですから、そういったことをやっている、この桜だけはですね、人類が滅びたことを悲しんでくれるという話をですね、ちょっとポエトリーにですね、2年前に作ったのがありますので、ちょっと読んでみてください。さっき言った通り、いろいろですね、原発がメルトダウンしたりだとか、世界に変な流れ星がやったりとか、人間は地球にいても厄介、消えても厄介な存在なんだけども、そんな人間の消滅をですね、悲しんでくれる生物がいますと。それがソメイヨシノですと。なんでソメイヨシノが人間がいなくなったら悲しむのかっていう話をしましょう。植物はですね、種を植えて種から生えるっていう方法と、あと、挿し木といってですね、枝を切って、それを、根っこを生やして植えるという方法があります。これは簡単に言うとクローンなわけですね。僕、ここに佐藤光郎という人間がいます。で、僕が、子供を産むと、僕の遺伝子と妻の遺伝子で、子供は、2つの遺伝子が掛け合わされて、違う生物として、違う個体として、キャラクターとして生まれてくるんですけども、僕の指をピッと切って、ここを土に植えて、全く同じ佐藤光郎が何の遺伝子上違いは一つもない佐藤光郎が入ってくるのをクローンというじゃないですか。で、ソメイヨシノというのは実は今日本中にある全てのソメイヨシノがクローンなんですよ。親子関係とか兄弟ですらない。簡単に言うと、山田太郎っていう人格が世界中に、日本中か、日本中のソメイヨシノっていうのは実は全部山田太郎くんなんです。同じ人がもうクローンとして植えてあるわけです。だから桜っていうのは一斉に咲いて、温度の条件さえ揃えばね、一斉に散っていくわけですよ。そもそも生物っていうのは、本当はですね、遺伝子をそれぞれやり取りしてですね、同じ時に発芽しないんですよ。なんでかっていうと、同じ時に全部一斉に発芽したら、台風が来て、みんな全滅してしまうわけですよ。ところが、僕は1ヶ月後に入るね、私は個性豊かで1年後に入るねとかもあるんですよ。すると、台風が来て大変だった年も、どうにか種が生き延びるということで、それぞれバラバラなんですけども、ソメイヨシノは全部遺伝子が一緒なので、簡単に言うとですね、山田太郎くんがもう日本中に植えられてるわけですよ。何万本あるかわかんないんですけども。で、今でもですね、ソメイヨシノのお父さんお母さん探しが行われています。最近の研究でですね、どうも上野公園にあったものから、分けていったんじゃないかっていうことが分かっているそうですけども、とにかくそのたった一つの個体が、親でもない、子でもない、兄弟でもない、たった一つの個体が今日本中に植えられているということを覚えてください。で、このたった一本の分身ですよ。すべてが分身のソメイヨシノくんはですね、なんと自家不和合性というですね、性質を持っていて、簡単に言うと、自分同士の、自分の、めしべと、自分の花粉では受粉できないんですよ。何が言いたいかというと、ソメイヨシノ同士では子供すら残せないんですよ。ソメイヨシノと、違う桜だったら、受粉して、もちろん生まれてくるのは違う桜ですけども、そういった残し方はできますが、自家不和合性があるこのソメイヨシノはですね、自分で子供を残せないので、人類が枝を折って根っこを生やして違うところに植えるっていう人間のこの手がない限り、もうこのソメイヨシノくん、今日本中に何万本あるかわかんないんですけども、それが人類がいなくなって、多分、桜なので300年ぐらいかな。すると、ソメイヨシノくんもこの世界から消えるわけです。なので、さっきの年表を簡単におさらいするとですね、人間がいなくなりました。で、世界中の鳥が、鳴き始めました。空から変な、流れ星がいっぱい降ってきました。核爆発がいっぱい起こりました。動物たちはそれでも喜んでいます。人間がいなくなりました。ところがですね、ソメイヨシノ君だけはですね、300年後に人間の後を追うようにですね、全て消えてなくなるということで、僕が3年前に書いた詩を読むとですね、環境破壊の元凶である人類の滅亡に全ての動植物が、狂喜乱舞で喜ぶでしょう。ただし桜だけはあなたのために泣いてくれます。もうかっこよくない？これ考えたの俺だからね、すごくない？ってことで、なんで今日この動画撮ってるかっていうと、今4月です。皆さんぜひですね、桜を見に行ってください。僕今沖縄に帰ってきてますけども、東京桜がもう満開で、沖縄の桜ってね、カンヒ桜って言ってもっとピンクなんですよ。で、ソメイヨシノってちょっとやっぱ今回思ったけど、なんか白すぎんもうちょっとピンクしてもいいと思うけど、でも美しかったので、全部同じ分身ですよ。一本と全く同じ。何の遺伝子も変わらないものが日本中に植えられてるので、温度の条件さえ整えば、同じ時期にみんな一斉に開花するっていう。でも、人間がやってることは確かに無茶ですけども、クローン作ったりね。だけど、なんかやっぱいいですよね。なんでソメイヨシノが全国に広がっていったかっていうのはあまり詳しく分かってないんですけども、僕の中でね、出ている結論は、ちょうど日本の卒業シーズンまたは入学シーズンに満開に咲くっていう答えだったわけですよ。この温度的に湿度的にね。そいつが、どこかに植えられてね、何本か。で、それを見ているときに、他の中学校で、いいな、中学校って卒業、入学のたびにあんなに綺麗に桜が咲くんだ。うちも植えようって言って、枝をポキって折って、自分のところに、挿し木から植えていったっていうのが、多分全国にわーっと広がったんで、この現代人がですね、風情ですよね。入学のシーズンじゃないですか、今。いろんな出会いもあって、いろんな別れもあって、その時に桜がファーッと散るね、桜吹雪が散ってっていう、この景色をね、日本人の、いろんな高校の校長たちが、多分うちの高校にも欲しいよ、うちの小学校にも欲しいよって言って、全国に広がっていったのがソメイヨシノ君だと思います。この時のね、ブログ、概要欄に貼っておくので読んでみてください。その中に実はバナナもですね、人間のいじめによってですね、バナナっていうのも僕の畑にもいっぱい植えてありますけども、あれも種がないでしょう。知ってますか？種がない生物なんてそもそもおかしいんですね。なんで種がないかっていうと、人間が品種改良に重ねていって、種が消えるまでちっちゃくなって、バナナを切った時に黒いポツポツポツってあるでしょ。あれ種の名残なんですよ。で、僕の畑にはですね、その種がまだ大きいやつ、振りつくぐらい大きい種が入っている原種も植えてますけども、なのでバナナ君も種で今やってるんじゃなくて、バナナを切ってね、それを根っこを生やして植えるっていうので、バナナ君もですね、実は世界中にクローンが植えられてるんです。それがあってね、何年前、昭和のいつかの時代に世界中のバナナが一斉に死んだんですよ。死んだ理由は、同じ山本太郎君なので、免疫状態が一緒なので、ある病原菌に対しての免疫が全く一緒で、世界中全部のバナナが一気に死んだと。同じように桜、ソメイヨシノ君もですね、実は、ある病害虫菌が発生したら、実は日本中のソメイヨシノ君が死ぬということは分かっています。実際これ沖縄で起こったんですよ。沖縄にですね、赤木っていう木があって、その木がですね、コロナが始まったと同時に、今までで初めて枯れ始めたんですよ。冬でも葉っぱを落としたことがない。もう何百年と沖縄に植えられてる赤木がですね、コロナ、人間が病原菌でやられた時に、コロナも一斉に葉を落とし始めたんです。人間を増えすぎて、増えすぎた種っていうのを減らさないといけないっていうのが自然界の断りですので、多分人間も減らそうとして、それよりも最終捕食者になるような何かを仕掛けてくるわけです、自然界は。そのタイミング同じですね。赤木っていう木もですね、それの害虫として葉っぱの裏にちっちゃいのみのようなものがつくっていうのが流行って、今ですね、沖縄中の赤木が枯れるというのがこの3年間起こっているので、ソメイヨシノ君もですね、実はたった一つの病害虫菌が発生したら、もう世界中からソメイヨシノ消えるし、で、バナナ君も同じように消えるっていうことで、人間がね、これまでやってきた所業っていうのは、すごい凄まじいものがあって、自分にとって便利なものだけを植えていって、クローンを増やすとそうなってるということで。最後にね、ちょっともう話がなくなって、もう20分超えてるけども、僕のですね、畑でですね、草を刈ってくれてる、東さんっていう方がいて、その方のね、夢があまりにもね、美しかったので、ちょっとお伝えしようと思いますね。当時僕がね、世界は平和になればいいなとか、みんなが畑をやって、世界村をやったらみんなきっと幸せになるなとかっていうレベルの夢を抱いている時に、この人の夢はもう異次元だなって感じたのが、この東さんの夢なんですけども、何をしようとしていたかというとですね、上皇陛下の奥様がですね、蚕といって絹を、こうやって取れる、知ってます？蚕っていう虫がいるじゃないですか。蚕っていうのは、天皇家が、養蚕っていってこう増やしてるんですけども、あれね、中国ではもう5000年前からある毛虫さんを人工改良、品種改良に改良を重ねてですね、まず目が見えなくしたんですよ、人間はね。でもって、飛べなくしました。飛べないものを見つけたら飛べないものを掛け合わせていって、目が見えないものがいたら目が見えなくして、こうしてですね、今では蚕っていうのは生まれて、ただ絹を作るためだけの生物になってるんですね。でも、もともとこの蚕っていうのはいろんな、葉っぱを食べることができたわけですよ。今では、桑の木しか食べれません。桑の葉しか食べれません。で、さっき言ったこの東さんの夢がですね、この蚕がいつの日かガジュマルの葉っぱを食べれるようにするのが僕の夢だって言った時にですね、ああ、俺の夢ちっちゃいなって思ったんですよ。人類が平和でありますようにだとか、そんなのちっちゃくて、蚕も先祖返りしていきますよね、もちろん。先祖返りをどうにかやっていって、蚕を何個もこう、掛け合わせていって、いつかこの蚕が今は目も見えない、飛べないようにもされた、そして桑という葉っぱしか食べれないような品種改良されている蚕が、いつかガジュマルの葉っぱを食べるようにしたいなっていうのがその方の夢だったわけですよ。ガジュマルっていうのも同じ桑のなんか種類、桑科かなんかで同じらしいんだけども、せめてガジュマルをこの蚕ちゃんが食べてくれるようにするまで、自分はこう品種改良というかこう重ねていくっていうことを言っていて、なんか人類だけが平和でありますようにとかって、マジちっちゃいなと思いました。で、今日の、人類がもし地球上から消えて、泣いてくれるのは桜だけですと。あなたのために泣いてくれるのは桜だけです。で、僕たちの人類は手が器用なので、ここまで破壊した、たかだか80年ぐらいで破壊した環境をですね、これからいろんな技術を使ってですね、再生していけるんじゃないかなと僕は思っています。はい、ここまで動画を見てですね、今日楽しかったな、またためになったなっていう方は、ぜひですね、いいねボタンを押してくれませんか。で、いいねボタンをあなたが押してくれたら、その分だけですね、YouTube さんが他の方にこの動画をおすすめしてくれるという仕組みでございます。あとチャンネル登録してない方はですね、チャンネル登録をしてもらえるとですね、僕のこのつまらない話がだいたい週に3回ぐらい聞けるという、贅沢な話ですよね、ほんと。いい世の中ですね。弱肉強食でもない、僕は今日街を歩いても僕を食べるような最終捕食者がいない。人類はですね、知恵とマキャベリ的な認知仮説に基づいてですね、お互いにこう連携し合ってですね、生きるという素晴らしい地球を作りましたので、あとはですね、この再生可能な何度も何度も繰り返せるような自然という英知をですね、もう一度思い出して、地球をですね、再生していく仲間を増やしたいと思っております。ということで、人類がもしも滅亡したらどうなるのかという話をですね、うだうだと30分近く話してみました。佐藤光郎でした。バイバイ。